水勢天皇、水勢天皇、水勢天皇、神武天皇二十九年、水勢天皇三十三年五月十日は、日本の第二大天皇、在位、水勢天皇元年一月八日、水勢天皇三十三年五月十日、危機における伝説上の人物、神武天皇の第三王子。母は、今年の主人の娘の姫だったらい鈴姫命、日本初期。 道母兄に、かむやい耳の命、多神当初氏族の祖、古事記では加えて、道母長兄に、彦発生命、日本初期なし、まむたれん、手島れんの祖の名を挙げる。神武天皇42年1月3日に立大使。父三角が崩御した3年後の11月、イボ兄の多義士耳の命を中殺。翌年の1月に即位して、カツの高級宮。 カズラキの高岡の宮にとを移す。同年七月、今年し主人の娘で、天皇本人のおば、母の妹にあたる伊鈴より姫命を皇后として、四津彦玉で見、孫、後の安寧天皇を得た。即位十三年、宝魚。寒風志望である、水勢は、八世紀後半に、大江の見船によって先進された名称とされる。水も、安氏も、 安らかの意であり、水勢で、安らかに落ち着くの意になる。神武天皇七十六年三月十一日に、父天皇が崩御した際、調整の経験に長けていた、初兄の竹し耳の命は、行位につくため弟のかむやい耳の命、神、定長わ耳耳子とを外装とした、竹し耳の反逆。希望年十一月、この陰謀を知ったかむやい耳の、神、定長わ自教大は、 神武天皇の三両を築造し終えると、九武ちび子に弓を、山時大和北江部の天使真裏に矢尻を、矢部に矢を作らせた。そして片岡、奈良県北葛城郡大寺町、柏町、神巻町付近下の大室に伏せっていた谷市耳野を、襲い、これを撃った。この際、かむやい耳野は、手足が震えて、矢を射ることができず、代わりに、神、丁永は耳がいて殺したという。 かむやいみのはこの失態を深く恥じたため、神、て長は耳が、行為につき、かむやいみのは天皇を助けて、神儀を司さどることとなった。即位後の辞席は、日本書紀、古事記ともなく決死やつしろの一人に数えられる。日本書紀の伝えるところによれば、以下の通りである。機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位念と、 西暦対象表の一覧を参照。宮、皇居の名称は、日本初期では、葛城の皇級宮、葛城の高岡の宮、古事記では、葛城の高岡宮。宮の伝説地は、和名類受賞に見える山和国区図、上氷公宮里と見られ、山和市以来現在の奈良県を諸子森脇周辺と推定される。同地には、葛城の皇級宮新渋谷が建てられている。 ミササギは、宮内庁により、奈良県柏原市市場町にある、桃花町田球場寮、月田の丘の江の三ササに事情されている。宮内庁上の形式は円休。遺跡名、属称は、塚山、塚根山で、直径30メートルの円墳と推測される。量について、日本初期では前日のように、東花町田球場寮、古事記では、小、田岡、 月田の丘の所在とあるほか、縁儀式所領領では、東火町田休上領として町域は、東西一町、北一町、宿古後煙で、遠領としている。しかし中世には荒廃して所在が失われた。元禄の丹領の際に諸説が生じ、自明寺町の水仙塚古墳、前方公円墳、墳九町55メートルに、水勢天皇陵が原料に、 神武天皇陵が否定されていた。しかし幕末を治む陵に際して改められ、明治11年、1878年に原料が水税天皇陵に事情された。円墳上であるものの古墳であるかは従来明らかでなかったが、平成29年度、2017年度に初めて実施された、高校、歴史学会代表者の立ち入り調査によれば、 古墳の可能性が高いと推測される。三笹のある柏原市市場町周辺では、昭和62年、1987年以降の調査において、藤原京造英寺に作兵された市場古墳群の存在が明らかとなっており、この古墳群と人無量、水税量との関連が指摘される、市場古墳群参照。また皇居では、 九中三殿の一つの高齢殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、水贅天皇の礼が祀られている。その他、阿蘇神社では、金行神として十二宮に祀られている。水贅天皇、第二代から、開花天皇、第九代までの八代の天皇は、日本初期、古時期に、実責の記載が極めて少ないため、決死圧代と称される。 これらの天皇は、知世の長さが不自然であること、7世紀以後に一般的になる、はずの不死感の直系相続であること、宮、寮の所在地が前期古墳の分布と一致しないこと、等から、極めて創作性が強いとされる。一方で宮号に関する原点の存在、年数の加算上げに、天皇代数の尊重が見られること、式屋型主や重視屋型主との関わりが、系府に見られること等から、 全てを虚構とすることには否定する見解もある。詳細は、ケツ氏やツシロを参照。和風志望である、カンからヌナ、カワミミのうち、カンは、後世に付加された、微笑、末尾の、ミは、神明の末尾につく、ミと、道義とみて、水星天皇の現像は、ヌナ、カワミミ、テイナガワミミ、ヌマガワミミユーナの川の神であって、これが、天皇に作り変えられたと推測する説がある。 南北朝時代の変とされる、新東州によれば、水勢天皇には、食人の趣味があり朝夕に七人もの人々を食べて、周囲を恐怖に陥れたため、人々は、近く火の雨が降るとの虚言を漏し天皇を岩屋に、幽閉て難を逃れたという、ペルシアの女子誌、シャーナ雨アメに登場する暴君、ザッハークとの共通性を指摘する説もある、大林多良。 神話の経譜日本神話の源流を探るマイナス、後段者、1991年。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。